開幕2018群像と題し、プロ野球友軍記者が3月30日を留守する。晴れの日として迎える選手もいれば、至福の時をかみしめ、幕土、剣道、朝来を期す選手もいる。普通なようで、でもやっぱり特別な一日を時系列で追う。新宿から小田急線の急行に乗り、川崎市のジャイアンツ球場へ向かった。駆け出しの巨人担当だった頃、先輩に、開幕戦はジャイアンツ球場からスタートしろ。一番乗りで、と言われた、若手もいればベテランもいる。それぞれが、いろんな気持ちで野球をしている。開幕戦ならなおさら、思うところがあるはずだ。取材の原点にしろ、まだ暗い室内練習場から、カサッ、カサッ、とネットスローの音が聞こえ、行くと汗だくの桑田真澄がいた、そんな思い出もある。習慣として身につき、できる限り行くようになった。狛江を過ぎると太陽が上がってきた。散りかけた桜並木の隙間から、柔らかな陽光が車中へ入る。プロ野球の開幕とは、春の訪れを告げる季語でもある。6時過ぎに着くと、ベテランの球場職員がクラブハウスの鍵を開けていた。30分ほどすると、久しぶり、何してる?と、2軍投手コーチの小谷忠勝が車を滑らせてきた。名伯楽という言葉を使える数少ない人、誰もいない記者室でホットコーヒーをすすりながら、開幕だなぁ、とパイプ椅子に座り、雑談になった。内海の話題になった。前日、ジャイアンツ球場のファーム戦に先発していた。ヤクルトのドラフト1位、村上に直球を本塁打された。今、内海の状態は非常にいい。ボールが行ってるから逆に、打たれてしまうこともある。相手をずらしたりタイミングを外したり、本来はそういうピッチャー、入団から知っているから、投球を見て15年目になる。行動パターンもわかっている、内海はもう来るよ。朝、早いから、変わらない、ひたむきだよな。でも、彼は昨日の登板にかけていたと思うよ。7時になって、練習の準備がある、とクラブハウスに入り、入れ替わるように内海が来た。久しぶりですね、どうしたんですか。小谷と同じ問いかけから立ち話になった。内海は開幕ローテを逃していた、昨日はダメでした。最近、マウンドで緊張する時があるんです。ここに、3年、ファームにいる時間が長い。打たれたら、とか、結果とか、無意識のうちに考えてしまうんでしょうね。記者として、彼に育ててもらった面がある。初めて2桁勝利した06年、巨人担当になった。ジャイアンツ球場の内海は、どこにいるかすぐわかる元気で若駒の先頭に立っていた。楽しそうに野球をする人だな、と思った。開幕ローテが崩れて1軍に上がるとチャンスをつかみ、そのまま軸になった。何行書いたかわからないほど書かせてもらった。どの3連覇は彼なくして考えられない。その投球術はもちろん、豊かな人間性で巨人を支えた。2年連続最多勝の12年、日刊スポーツは優勝手記を頼んだ。内海城はまだ平らな1階建ての城かもしれない。でも、階が分かれているよりよっぽどいい。広いフロアにみんな一緒。タコネジャイアンツ、で最高だ、内海哲也が凝縮された言葉だ。当時の巨人は特に、個の集積としてチームが形成されている色が濃かった。仲間を思いやり、全体の利を優先する人間が引っ張っていたからチームがまとまり、掛け算で奥行きのある強さが生まれた。個人と組織の比重を変えたのが内海であり、野球という競技が持つ大きな